こんなに見やすくなったのか。綱本様、何を見ておられるのですか。おお、響子、実はな、仙台市の環境ポータルサイト、ウェブサイト玉木さんが新しくなったと聞いたので見ておったのじゃ。お主も蘇ったばかりじゃ。一緒に見てはどうじゃ。これがウェブサイト玉木さんなんですね。綱本様、でしたら画面の前の皆様と一緒に新しくなったウェブサイト玉木さんを見てみてはいかがでしょうか。おお、それは名案じゃ。しかしどのようにして見てまいろう。この響きの忍術にお任せください。では参りますよ。おお、ここはウェブサイト玉木さんではないか。さすがくのいち。これで皆さんと一緒にウェブサイトを見られますね。自分でウェブサイトを開きながら見たい方は玉木さんで検索すると、一番上に環境ウェブサイト玉木さんが表示されまする。それでは早速見てまいろう。トップページが新しくなったようじゃな。知る、学ぶ、参加する、やってみるの3つの項目に分けられておるようじゃ。知る、学ぶの中には仙台環境学習館、玉木さんサロンや地球温暖化、生物多様性、四ツ谷用水などの紹介ページがありまする。環境について知ったり学んだりすることができるページがまとまっておりますね。参加するの中にはこのように、玉木さんサロンで開催しているサロン講座、仙台 e アクション、生き物について学ぶイベントなどの情報がまとめられておる。皆も興味があるイベントがあったらどしどし参加してくれ。そしてやってみるの中では、家庭で実践できるエコな取り組みについて紹介する伊達な省エネ指南のページや、環境学習についてなど自分でやってみる気持ちを応援する情報がまとめられておる。伊達な省エネ指南では毎月抽選でプレゼントももらえるんですね。新着情報では、参加者募集中のイベントや仙台の環境の最新情報を見ることができるぞ。目的別に探せる絞り込み検索も便利じゃ。それは便利な機能でございますね、綱本様。ウェブサイトでは、玉木さんサロン、フィール仙台、生物多様性保全推進事業、そして我らが仙台 e アクションなどのページがあり、イベントやブログ、動画などの情報を分かりやすく紹介しておるゆえ、皆も見てくれ。綱本様、この度のウェブサイトリニューアルで新しいページが新設されたとの情報を入手いたしました。さすが伊達の隠密、情報が早いの。環境調査結果や野生鳥獣対策、四ツ谷用水、補助金キャンペーンなどのページが新設されておる。地球温暖化って何もリニューアルされておるの。仙台の環境の情報や環境に優しい行動のヒントがいっぱい詰まっているのですね。なんだかウェブサイト玉木さんを見ていると、自分にも身近なことから環境に優しい行動ができるような気がしてきます。その通りじゃな。皆も玉木さんで検索して新しくなったウェブサイト玉木さんをご覧あれ。それでは本日はここまで。またお会いいたそう。伊達な省エネ指南もお試しあれ。